お待たせいたしました。出発いたします。本日は八甲田ロープウェイにご乗車いただきまして誠にありがとうございます。これよりこのゴンドラは標高1324メートルの玉谷地岳山頂へと向かってまいります。山頂駅までの所要時間はおよそ10分となっております。途中鉄橋を通る際ゴンドラ揺れますのでご注意ください。新型コロナウイルスへの対策としてゴンドラ内の窓を開放しております。また大声での会話はお控えくださいますようお願いいたします。八甲田ロープウェイについて簡単にご紹介いたします。このロープウェイは4本のワイヤーロープで運ばれており、ゴンドラの定員は101名、山頂山麓間の距離は2459メートル、標高差は650メートル、鉄塔の数は4基ございまして、これから通ってまいります第3号鉄塔が一番高く55メートルございます。まもなく進行方向左手の方に山頂から下ってまいりました。もう一台のゴンドラと交差いたしますが、その交差地点は両駅間の中間となっております。山頂と山麓も同時に出発し同時に到着する交差式を採用しております。進行方向左手前方に見えております山は前岳でございますが、その山の向こう側には八甲田自
雪中航空の同等がございます。八甲田雪中航空とは1935年1月、日露戦争の訓練のため青森から沙森路を通りまして三本木、現在の十和田市を抜ける途中、浦和通りにあたります田代海高原のあたりで吹雪に遭い、210名の遭難し、199名の兵隊さんが犠牲になったと言われております。そしてこの小高い丘の上には捜索隊の目印になったと言われております。この他の助御隊の銅像が建てられております。現在ロープウェイは15分間隔で運転を行っております。なお山頂駅には売店もございますので、どうぞご利用くださいませ。ホームに入る際ゴンドラ揺れますのでご注意ください。